皆さんおはようございます。愛知鉄道南若松駅清掃ボランティアを担当しております、鉄道写真家の快速 SL 岡田幸せ村と申します。今日はすがすがしい天気です。それでは、皆さんに、記入していただいた南若松駅ノートの方を読み上げたいと思います。1月19日火曜日、今日初めてこのノートを書きました。トイレが前より綺麗になっていて、私が1年生の時はあまり綺麗ではなく地味だったけど、今はとても良くなっていて良かったです。これからお掃除をお願いします。経営さんより。ありがとうございます。南若松駅トイレ清掃大作戦ってことで、トイレットペーパーの補給やマットを使って、とてもね衛生的に、利用しやすいように、工夫しました。ありがとうございます。1月21日木曜日、私はここを6年間使ってきました。お掃除をしている皆さんご苦労様です。私は小学6年の女子です。明日はスキー教室です。楽しみにしています。今は大変雪がいっぱいでとても滑るようになっているので、皆さん気をつけてください。6年女子より。ありがとうございます。まあボランティアとしては、まあ、私一人個人でやっているんですけど、他の方もいろいろと切り立てんとか、少し掃除をしてくださったとか、そういう、お話もいただいているので、本当皆さんの力でね、この綺麗な状態をね、保っていければいいなと思っております。ありがとうございます。1月23日土曜日、以前この駅の管理人をしておりました。お互いに綺麗を心がけましょう。ありがとうございます。以前お話しした方ですかね、まあ、以前、会津鉄道開業当時に、清掃のボランティアをしてくださった方がいらっしゃり、お話を伺いしたこともありました。これからも続けていきたいと思います。
1月24日とても寒いですね。あと放送がしつこいです。好きですよブタチン。なんか今日は雪が降ったりとつつつもなく寒いです。はい、放送がしつこいです。またとても寒いです。でも綺麗で使いやすいです。窓掃除させてもらいました。大好きですゴチリン。大好きですって言われてもね、まあ、彼女いるんですいませんが、まあでも窓掃除していただいて本当ありがとうございます。まあ、放送はね、愛鉄道さんの方で数年前に導入した新システムで、列車が今どこで、列車の遅れの情報ですとか、運休の情報ですとか、そういうのが、無人駅でも分かるように、新しい、設備が整っております。まあ列車が参りますっていう放送が鳴るんで、まあ少し音量は大きいかもしれないですけど、まあ、とても役に立つ設備だと思うので、そこは、まあそうですね、ちょっと我慢っていうか、まあでもとても必要な設備だと思うので、これからもその設備が役に立つように私は思っております。1月24日待っている時寒いので暖房をつけてほしいです。そうですよね、本当寒いですよねこの冬場は。でもやっぱり管理するとなると、私もやっぱりこの仕事を始めですとか残業帰りのほんの実感しかこちらでボランティア活動をしていないので、まあ無人駅なんでやっぱり火を焚くことによってね、火災の可能性っていうのもあるんで、なんかねセンサー的なものがあればいいんですけど、なかなかね、まあ設置費用ですとかそういうのもかかると思うので、まあいろんな対策を考えたいと思います。ご意見ありがとうございます。1月30日朝9時26分の電車に乗りに来ました。とても綺麗に掃除がしてあるので気持ちよく電車に乗りました。この寒い中いつもありがとうございます。頑張ってください。78歳。本当ありがとうございます。本当にわずかな時間ですし、2週間に1回2回の、時間ですが、こうやって、本当にありがとうという言葉をいただいて、本当ね、ご年配の方からもいただいて本当嬉しいです。ありがとうございます。2月1日昨日ですね、若松行きと間違って乗り降りてみました。若松行きと間違った、そうですね、やっぱ一番線しかないんで、まあそうですね、時刻表の方、よく確認して、今後とも利用していただきたいと思います。本当にこのようにたくさんの、メッセージを届けました。本当にありがとうございます。これからもですね、会津鉄道南赤松駅清掃ボランティアとして、まあ少しでもね地域社会や、まあ、写真たくさん撮らせていただいて会津鉄道さんの方にね貢献できればいいなと思うので、仕事の前ですとか残業帰りの、わずかな時間ですが活動していきたいと思います。ありがとうございました。昨日の残業帰りに松本清志でトイレットペーパー買ってきました。結構少なくなってるんでね、お手洗いの方結構綺麗にマットとトイレットペーパーフォルダを、使って対策しました。これから、まあ、盗難防止のためにちょっと、名前を書きたいと思います。トイレットペーパーの盗難が多いので、盗難防止のためにちょっと嗅ぎました。ちょっとこう見ると怖いですね。トイレットペーパーが、盗難されないように対策しました。